となりました。始めますね、うん、あれかもな、こっちの上ないからな、ちょっと頼んでけるさ。どういうやつをやるの？今日もまあいいささあいよFM ギノワンからギノワンの社長が来てます誰でしょうか？カメナッチです。カメナッチ元気だったの。じゃあ行きますね。はい、早速始めますね。おはようございます。あ、インスタありがとう。ごもりん、ツイキャスもありがとう。今日は収録だね。はい、じゃあそろそろ行きますね。いや、あ、すごい。グッモーニング、グッモーニング。 Are you ready？ 時刻は15時半を回りました。 FM ギノワンの水曜日15時半といえば、ドンマイ、ドンマイ、僕は好きだよ、あんたも好きでーす、ドンマイムキでーす。ありがとうございます。よろしくお願いします。そしてパーソナリティは、カタナッチとタニャと、ドンマイ、ドンマイ、僕は好きだよ、あんたも好きでーす。これみんな覚えて。そして FM ギノワンからはいつもね、ミキサーでマナミさんが入ってます、はい。よろしくお願いします。そうですね、どんまいどんまい、僕は好きだよ。ね、はい、では、みんなのね、楽しいことだったり、カテナッチが、日頃からギノワンを盛り上げているので、はい、その活動だったり、会社のことだったり、そして、倫理法人会のことだったり、楽しくね、はい、案内したり、ね、共有したり、感想を伝えたりしてます、うん。最近ではね、ちょっとゲストを呼んだりとかして、いろんな ね、うん、2週連続ね。今日呼びましたね。よかったですね。新しい試み、一、うん、人と二人と呼んだんですけど、はい、その後のまたフィードバック、うん、反響も良かったみたいで。あ、そうですか。聞いてる方もいっぱいいました。ありがとうございます。そうですね。第1回目はザマミさん。うん、この味噌マスターって私呼んでるんですけど、はい、沖縄のね、すごいですよね、味噌汁の作り方ね。そう、なんか聞きましたね。ね、だしがね、感じてね。だしだよ、うん。ちゃんと火止めてから味噌入れてよってね。あれね。で、また2回目には浜比嘉健、はい、この即圧の方がいて、で、本当にたくさんの資格を持っている方、うん、また今新しい資格、命の授業っていうのも、うん、ね、いいですね、撮ってるみたいなので、先日、ね、模擬事業を、限られた命を、そうそうそう、本当よ、彼たち、精一杯ね。精一杯。そう。ほら、今日の、はい、ああ、もう、行きましょう。そうです、今日はね、収録なので、うん、ちょっと映像が、はい、かわいいね、カズレッチ。タニアも可愛いぞ。あ、すごい手で頭の。こんな普通に言わないの、どうした鼻を持てるんですけど。鼻だからよ。花坂さんとどうにもならん。ね、OK、うんうん。私たちのことはいいんです。はい。OK。そんな感じで楽しく届ける30分、うん、お付き合いください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうします？先に曲からいきます？そうですね。先にでは、うん、今日の曲、お願いします。はい、DJ、カタナッチ。はい。バウンディの、怪獣の花歌。いやいー。嬉しいね。花歌が長い。みんな花歌歌ってますか？また流れてる？流れてるよ。OK。じゃあその間にツイキャスの皆さん、はい、ありがとうございます。たくぼさん、おはようございます。おはようございます。Thank you、うん。いいね。雨マーク書かれてる。たくぼさんがいるとこも雨降ってるのかな？あ、急に降ってきたね。朝晴れてるのに。ね、パッカーンしてたのに。うんうんうん、今日、ね、畑どうだった？今日朝行った？教育館。意味わかんないよね。そう、実はね、春さんもね、時々やるんだよ。昨日、アウトツイート、昨日は良かったよ。昨日は暑かったね。もう、さすがに、影に入ると気持ちいいんだけども、日差しのとこはね、うん、もうすぐ体力奪われて、もう、へばってましたね、昨日。へばってた。うん。ちょっと、一日、なんていうのかな、もう本当に太陽のあれですよね、加減だけで、雲のね、動きでも、
そうだね。だいぶ変わりますよ。ちょこっとしたあれだけで。そう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 本当に1、2、2度ってね。うん。もう。変わるね。変わる、うん、もうだいぶ。人生も一瞬でね。うん、そう。本当よ。やったよ。っていう感じで、そうです。タコボさんが、はい、外は先ほどから雨ですよってことですよ、うん。やっぱそうだったんだね。そうか、今ギュッと中にいるからね。そうです、うん。今日収録で火曜日にやらせていただいてます。はい、水曜日の放送なんだけど。はい、そして、ちゃん岡さん、ありがとうございます。Good morning! I know it's a small booth, but please record carefully.気をつけて、録音してよって。はい。喧嘩しない程度に。はい、そうちゃんと5センチ開けてるから、ね。喧嘩しない。嬉しいです。いや、そして、インスタグラムからもね、そう、たくさん、オラーと入りたいって言ってます。あ、おはようございます。って、ね、そう、ちょうど昨日イベントがあったんですよ。あの、アート描くイベントで、うん、たくさんの方に参加していただいて、うん、みんなで、アートをしながら、ターニャもいろんな人のアート、ね、先日、カルナさんも来ましたね。それの、あの、延長戦です。カルナさんのオーラ、私、ただの波描いたさん。ただ、ありましたね。うんうん。最初何かなと思ってね。ねうん、あれは、そう。ね。あんま、みんなさ、めっちゃ反応いいのに、カルナさんだけ、んなんで、みんなと違った絵なのかなと思った。途中だったんですよね、あれね。うん、もう。仕上がりはさ、これで終わりなのかと思って、びっくりしてね、もう。いやいや、そんな感じでね、ありがとうございます。はい、はい。そして、楽しい曲も流れてると思うんですけど。ね、あと1分で曲終わります。はい、やったーすごいよ。ね、収録部屋も楽しいね。ね、いつもと違った。違った雰囲気で。すごい。私がラジオ始めた頃は、あの、うん、FM 小座が初めてだったんだけど、ちょうど工事とかこれいろいろ、FM 小座が引っ越しの時期で、臨時的に作った部屋が、あの、卵パックだったんですよ。この、防音になるから、卵パックが壁に一面に、うん、でもさ、ちょっとなんか、もう少しなんかできたよなと思いながら、でももう、ああ、あのスポンジの卵パックってことね。ああ、はいはい、あの防音の。ごめんなさい。はいはい、防音のために。あの卵パックかなじゃないですよ。あれだよ。え、嘘だ。そうだよ。終わりますね。はい。嘘、はい。はい、Good morning, good morning. そうです。アフタヌーンですよ。はい、曲は何だったでしょうか、はい、DJ カルデナッチ。バウンディの怪獣の花歌でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。嬉しいですね、うん。これを選んだ理由を教えてください。ね、これは、2年前に、うん、デビューしたんですけど、この曲。うん、流行ったんですけど、自分の中でもね。うん。そして、最近また、デラックスですか？ああ、うん、いるね。彼らがね、歌うようになって、また、再ヒットっていうかね。すごいですね。うん。時の流れっていうのはね。ね、本当に、うん、すごいですよ、今。そういう、うん。なんていうのうん。リバイバルっていうのこれ。そう、あ、そうだね。リバイバル、なんか、リニューアルというか、掘り出しというか。で、ううね、また、より良くして、みんな広げてるんですね。そう。ね、プリプリもね、最初はね、世界で暑い夏だった。あれも最初出したけどヒットしなくて、ダイヤモンドがヒットしてから、その後、ヒットしたじゃないですか。そういうことだ。うん、そういうのあるんですよ。そう。うんうん、じゃあ私たちで何歌う？え？カラオケ上手って噂だよ。一回もまだ一緒に行ったことないわけ。そうですね。いやー、わかりました。うん、そう今 ね、映像で見てる方、ちょっと見てください。はい、あカデナッチの、はい、なんか、あの、イヤフォンじゃなくて、なんていうのこれ、耳。なんか、マフラー、ですかマフラー風じになってるけど。かっこいいね。ねイェーイ、DJ! かっこいいんじゃないですか、ね、だから DJ、カデナッチ。オッケーオッケー、はい。そんな話はいいの、はい、はい。私たちは皆さんに伝えないといけない。そうです。昨日でも頑張ってるカデナッチ。そして、はい、一応工業の代表でもあります。はい、そのね、うん、みんなスタッフも頑張ってる中、一人だけ抜けてきて、ここに来てるんですけど。はい、ちょっとね、もう、はい、みんなからもうちゃんと しなかった。苦情苦しね。そうですよ。スタッフいるんですけど、はい、いつもありがとうございます。そうです。その中で、スタッフもみんなが元気になるために、はい、あの、倫理法人会で、あの日頃からコツコツ、うん、あの、カデナッチが学んで、またシェアしてるけど、そうそうそう今回なんかいろいろ学びありましたか？はい、
火曜日にですね、うん、今日って言ったら失礼なんですけど、はい、火曜日、今日朝モーニングセミナーちょっと行ってきたんですよ。おー、そしたら中川義文さんっていう方の、はい、もう聞けまして。聞けた。もうすごいですよ。から彼は。チラッ、シーズンも、うんうん、一瞬だけね。そう。はい。なんていうの？広島出身なんですけど、うん、そこで最初、教師やってまして、うん、もう、なんて、ヤンキー中学校というかね、うん、もうそこからなんか暴走族が100名出るぐらいの、行ったらしいんですよ、その学校に、はい。そしたらもう最初はもうまとめるの大変じゃないですか、うん、そういう子たちを、うん。そしてもう最初はもう、なんていうのかな、殴られながらあれして、うん、あ、1対1でこうなって、なんていうの、話し合いではないけど、うん、もう相手に殴らして、うん、そしてあとは、あ、なんていうの、うん、最後には締めたっては言ってたけど、殴らないで締めたってことですけどね。そうそうそう。首病じゃないですよ。なんていうの、彼らをまとめたってことですよ。このクラスを。そうそうそう。まとめたんだよ。一人一人をこういう感じで面談してさ。そして、またすごいのが、バスケ。うん。この人バスケすごいんですよ。はい。そうやってやってて、なんていうの？中学校の時に、この県大会で優勝したっていうね。うん。うん、もうこの不良学生をですよ。うん。うん。いろいろ教育してから。そしてその中からも、なんて言ったかな。うん。うん。いろんな方々がもう結構。裁判官でもないな。あれなんだよ、弁護士か。そっかそっか、うん、そういう法律家系とか、っていう方とかも、うん、そう、何名か出したってことでね、うんうん、本当すごい方でしたよ。嬉しいね。うん、てか待って、今日ね、収録で火曜日にやってるんだけど、これさっき行ってきたほやほやなんですよ。うん、ホテル湯河布院沖縄、皆さん知ってますか、はい、場所。ね、宜野湾じゃないよ。うん、ね、最近ですね。もう名古屋でも、宜野座なんて近いです。今日ね、もううちの、本当ね、お母さん、みたいな感じの人がいるんですけど、その人が中部でこうあったんですけど、そこ無視してね、自分ちょっと、名古屋の方行って、この、中谷さんの声を聞きに行って、もう今日の夜一緒なんですけど、また怒られますね、自分はね。ね、怒られる。そういう感じなんですか。二人そっち怒られてるよね。まあいいです。はい、もう怒られるうちが花っていうもんね。そうそうそう。そうそうそう。生きてるから怒られるんだよ。死んでたら怒られない、ね。そうだね。はい、そうですよ。今日いいの深いよ。そう、嬉しいです。うん、もういいことですよ。そうですよ。OK、うん。そうです。なんで名護なのかね、うん、12単会でした。はい。あちこちに、ある日、両人会はあるみたいです、うん。火曜日は4単会あるんですよ。うん、もうすごいですよね。これでも、なんか競争して、こうやってやってるみたいで、もう嫌ですよね、本当はね。もう、本音出ちゃいましたね。南部、裏西、中部、ヤンバルって、4カ所あるんですよ。ねえ。その中から、やっぱね、うん、人気のあるとこ、自分は、あ、この人の講話が聞きたい、あの人の講話が聞きたいって自分たちは行くんですけど、うん、そうだね。もうね、その中でもいろいろね、うん、もうみんなが、もう前もって LINE 来たりとかね、ね、宣伝がすごくて。うん、だけど、その中でもやっぱ自分が行きたいとこ。そうです。狙っていくんですよ。ピピピッと。そうそう。で、ネットとかでも、全部、情報はありますので、うんうん、ぜひですね、はい、臨良人会沖縄と検索していただき、うん、気になる方のね、うんうん、講話とかだったら、はい、チラリズム、うんうん、たまにね、カネダッチが出たりとかしてまーす。来月ですね。そうそうそういい夫婦の。でも、彼女募集中、ピーもう、これ、ピーですよ。本当にね、もう、その日ずらしたんだけど、なんかその日しか空いてないって言われて、もう、仕方なくもうその日にしたんですけど、もう本当にね、うん、何も来るか分からないんですけど、本当に。いいですよね。はい、わかりました、はい。そうです。まあね、本音トークもしながらのね、でもこれがリアルな感想であり、はい、だからこそ、そね、はい、字幕出ませんよって。想像してください。はい、行きましょう。オッケー。ねえ、カルマッチ、なんか最近さ、イベントとか行って、はい、うん、あれないですか？なんか、刺激受けたイベントだったりとか、なんか、まあね。
イベント。いろんなところにね、うん、行くんですけど。あったんですよ。日曜日に。お、うん、どのような。だけど自分ちょっとね、うん、時間帯間に合わなくて、ちょっと見れなかったんですよ。何してんの？そうそう、もう本当に、もう、チケットは持ってるんですけどね。もう、浦添の、あの、寺子ホールですか？あ、はいはい。向こうだったんですよ。うん、もう30分前に、着いたのはいいけど、車止める場所なくて、こっちの周りをぐる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 回って、結局、もう見れないでも帰っちゃいましたね。うん、もう本当に。駐車、あ、今から出すんですか、そうそうチケット。うん、本当に、いいあれで終わったんですよ。でもさ、主催者とかにも伝えたい。うん、これはね、お客様の気持ちだけど、本当駐車場が明確じゃないと、うん、イベントって、行きにくいし、もう、これですよ。本当に、おう、見てください。もう、すごいですよ。あおり、うん、いや、あ、これみんな、うん。見に行ったって言ってからさ、SNS。あ、本当に、あ、チクショー。チクショー。もう本当に。もう乗り合わせとかだね。だね、これ、脚本やってる方かな、うん、自分と同じカデナだったんですよ。もしかしたら親戚かもしれないって言ってね。もしかしてなの、うん、うん。そして、両がつくのは自分たち大体親戚当たるんですよ。この、つながってるんですね。うん、吉友さんでしたかな。その方のあれだったんですけど、もう自分は、もう、いい席取ったのに、うん、結局はね、もう1万も出して買ったのに、結局はもう座れなくてね、プレミアム席ですよ。うん、琉球オペラ、アオリアへ、10月13日日曜日14時からあったんですけど、アイムユニバース、ジェダコホールの大ホールで1万円チケットが、切られてませんもう本当に、もう。だから私たちは、ドンマイ、ドンマイ、僕は好きだよあんたも好きでーの、ですよね。ね。はい。なんかそういうラジオなんですよ。はい。今日のドンマイコーナーだね。うんうん。見たかったけどね。もう、しょうがないっすね。今日のドンマイコーナー。いや、素晴らしい。いやいやいや。1時間前の行動ですよね、ほんとね。そうですね。そういう時にね、もう、ギリギリに行ってしまってね。だからよー。そうそう。もうしゃあない。うん、やった。同じ10月13日の、うん、あ、日曜日、時間帯に、うんうん、私は別の場所にいました。はい、おう、どこですか？うるま。ああ、うるま。ああ、はいはいはい。に行ってですね。うん、何を売ってたんですか？今回は、はい、そう、よく行商人的だ。はいはい。あ、今度また新しい商品できます。うんうん。楽しみにしててください。今日も、はい、販売ではなくて、うんうん、あの、舞台。おお。なんか舞台っていうからみんなよく、はいはい、あ、また司会。うん、頼まれたのねえ、そういう感じで、はいはい、あ、多いんですけど、今回はですね、うん、聞いたことありますか、あの、ニービチ妖狂大会っていうのがありまして、ニービチ。ヒープーさんって聞いたことね、うん、はいはいはい、が司会をする。土曜日のね。ヒープーさんとのぞみさんっていう、うん、素敵な、はいはいはい、ね、キャスター、うん、この司会がいるんですけど。まなみさんじゃなくて、あ、まなみさんにも会いたかったよ。あ、本当に、ね。本当にそう、まなみさんみたいな綺麗なオーラがある、うん、のぞみさんと、うん、ヒープーさんが司会をしつつ、はいはいはい、で、うん、そこに、欲求。結局、うん、沖縄とかを盛り上げる。はいはい。余興で出ませんかっていう依頼が。二日前くらいにありまして。おー、いいですね。だから、あ、出たの？そう、いいよーって言ってから、うんうんうん、言えばよかったね。でも、あ、もうこれの方が一番いいだからね。してから、だんだん緊張してたんじゃないですか？もう、もうさ、気持ちよかった。あ、本当だよ。気持ちよかった。もう最高の滑りで、どんどん滑って。あ、じゃあ、谷さんが盛り上げたんですね、じゃあ。そうそう。で、なんか、すごいすごいすごい、衣装もつけてから、うん、なんでこの衣装つけるの、うん、よく講話の時につける衣装。うん、あれさ、ダンサー時代に、10万円くらいで作ってるわけ。うんうん、この衣装で、ね。だけど、うんうん、その実際大きい団体舞台に出たのは1、うんうん、2回さね、うんうん。だからその後も元取らんといけないから。うんうんうん。ね。あれ？いや。あるこの？タヒチアンダンスよ。タヒチアン。あ、そうそう。あ、でもフラも混ざってる。うんうんうん、え、タヒチアンダンスとフラダンス、なんか一緒じゃないの？うん。うんとね、いい線いってますよ、皆さん。うんうん、ポリネシアンダンスっていうジャンルになります。う
結局。で、その中のポロネシアには、墓、はいはいうん。あのね、あはは、ってやったりとか、葉っぱつけたりとか、貝殻つけたりとか。で、フラがあって、これ手で会話する、うん、土地と会話する、海と会話する。あ、その意味なんですね。そうなん、ね、あれ全部神話を元にして、なんかいろいろ。で、また、手で表現もあるんですよ。これ踊りましょうとか、集まってとか、あの、子供とか。で、結構、あの、タヒチアンも、でもタヒチアンはやっぱね、体を、バーン、バーン、うん、なんかもうメスとオスみたいな。そう。で、本当は、ココナッツぶらつけて、葉っぱつけるっていうのが、はいはい、そう。で、もともとの、あの、うん、流派というか、この、うん、タヒちゃんも、上もつけなかったみたい。だけど、それでは世界にちょっとね、うん、びっくりするからって言って、うんうんうん、オペカボシみたいのを、ココナッツでやるようになりました。うんうん、そう。ちゃんとルーツがあります。そうそうそう。うんうんうん、ねえ、すごくない？はい、すごいですね。っていうのを、とりあえず延長戦で、うん、あの、舞台でやってきた。して、出演者6組を、はい、はい、6組。はい。そして優勝、準優勝3位まであって、うん、うん、何位だったと思う？4位。いいくせ言ってるよ。6位。全然言ってない。もう、這い上がるしかありません。そう、今ね、インスタライブも見ていただいてる、あの、あかりさんと二人で出ました。うんうん、島袋あかりさん聞いたことあるから、売るまで頑張ってる、ね、はい、方です。はいはい、そのパワーで。うんうん、で、その2日前で、あ、二日目で結成した名前が、うん、あの、臨時的ではあるんですけど、はい、ウルマラフテーズ。ウルマラフテーズ！ウルマラフテーズ？これ何これ？これ、ラフテーズ。ラフテーズ。できる？じゃあ今映像見てる方、ラフテーズ！こぶたじゃないのよ！こぶたじゃないのよ！わかったわかった。でも、ポーズはこれよ。だけど、うん、ラフテーズは、あの、英語教育をやっぱ伝えてるでしょ？うんうん、ラフティング。笑う？笑う。ラフティング。そう、から来てます。それをたまたま、ね、ラフテーラフテードルマラフテーどこかで見ていただけたら、依頼があれば飛んでいくよ。おー、すごい。参加するラフテーズ。自分はやりましたけど。滑りがかり。もう一つ誰かなかったんじゃないですか？あのね。うん、世界のムームーズ、ウルマのラフテーズ、うん、近所ターニャ、ナニア、ターニアです。うん、ちょっとついていけないか。いくよ、もう一回、はいはい。ちゃんと聞いてよ、みんな。はいはいはい、OK、いくよ。自己紹介的にね、はい。世界のムームーズ、はい、ウルマのラフテーズ、近所ターニャ、ナニアさんターニアちょっと長いから今ちょっと調整してるところ。さっき決めた。そうなの。じゃあ前にね、じゃあ、はい、今月がちょうど6年度なんですよ。うん、株式会社参考。で、もともとの理念がハッピーハッピーハッピーで笑顔あふれる社会づくり。はいはいはい、もうここまではたどり着いたと思うんです。うんうん、なので、今のでもう少し、うん、あの濃厚に、最近はこの、はい、エンターテインメント。English. English. And art. English education. Education. いくよ、はい。まとめると、はい、Education. Education. 教育。教育。はい、ね、うん。Art. Art. アートの世界ね。芸術。沖縄芸能がいろいろあるね。アート。はい、そして、Entertainment.芸術からのエンタメ。エンタメ。っていうのが、参考の3つの今提供していることなのかなと思いますよ。いかがでしょう。結構ね、自分の話いっぱいしたけど、ちょうど何日の話が出たから、この滑り具合をみんなにシェアしたかったんですよ。あそこまで？でも、有名な人結構、うん、あの出てて、うん、この倫理法人会でもね、あの大人気の DJ 兄貴、柳江門って、ドラえもんのね、このドラえもんじゃない、柳江門の格好してる。はいはい。ね、22日にありますね。ちょうど講話が。講話が。あるんですけど、彼も、来週ですね、その余興の舞台で、今回は11回だったんですけど、うんうんうん、で生まれたんです。へぇー。で、今回も赤い、うんうん、ね、ドラえもんになって出てたんですけど。
あ、ありましたね。見た。なんだろうと思って見てたけど。いつもは青いんだけど。そうなんですね。赤になって、また新しいコント。もう、大御所です。やっぱり、最初から最後までみんなね、やってます。っていう感じで、あっという間のね、番組なんですけど、おすすめの、あの、講話が、あの、10月22日、中部倫理法人会 NBC ですね。はい。沖縄市にあるんですけど、はい。ぜひ、チェックしてください。じゃあ、皆さんに伝えることありますか？ないですね。はい。みんなも頑張って倫理会をやりましょう。会員した。はい、うん、もう、ちょっと、最近もう、泉モーニング委員長からね、なんか紹介してとかいろいろ言われてるんで ね, ね、はい、このラジオでやってるのも今、カデナッチの実践でありますので、皆さん日々のね、コツコツ実践があるかと思います、はい。無理なく楽しくやっていきましょう。はい、OK、ラストエンディング曲ってあるの？今日は何もない、もあるってよ。エンディングはもう、あいつもの曲でもね。あいみょんね。リズム64流れてますよ、わかりました。来週生放送ですか？来週は、はい。はい、生放送です。毎週水曜日、15時半からは、ドンマイ、ドンマイ、僕好きだよ、あと好きだよになります。また来週。またねーまたねーバーカデナッチのタニャでした。はい。丸山さんもありがとう。ありがとう。ありがとう。Thank you. そして、ツイキャス、ラットさん、ありがとうございます。はい、タイ、チュラカワギー、ネーネー、はい。カデナッチのことじゃツイキャスまで流れてる。ありがとうね。はい、ありがとうね。ね、インスタもありがとう。今日は収録でした。はい。